アダム・サンドラー主演の映画、ウェディング・シンガーでラップをするおばあちゃんを演じた女優のエレン・アルベルティに、ダウさんが亡くなった。101歳だった。デアドリネなどによると、天使にラブ・ソングを、ウェディング・クラッシャーズなどにも出演していたエレンさんは70歳を過ぎてから映画女優として活躍し始めたとのこと。ニューヨークで演技を学んだ彼女は、夫と共にカリフォルニア州の大学で演劇を教え、1985年に教師を引退。その後、米国映画協会で再び演技を学んだという、テレビドラマでは、こちらブルームーン探偵社、コールドケース、エア、緊急救命室、新スター、トレック、などにも出演し、最近では、ネウ、ギアル、ダサカは女子と三重詩、にゲスト出演していた。エレンはとても大きな心の持ち主で、周囲を笑わせ、笑顔にするのが大好きな人でした。みんなが彼女の死を惜しみ、いつも笑いをもたらしてくれたことを忘れないでしょう、とエレンさんのエージェント、マイケル・グリーンはコメントしている。エレンさんが、ウェディング・シンガー、で披露したラップは映画のサントラにも収録されている。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。